大雲後は、中華民国の政治家、実業家、商務院秘書官の総経理として活動するなど、中華民国期における出版業界の重鎮であった。また、国共内戦期に財政部長として、禁煙権政策を実施したことでも知られる。名はこれ、隋だが、一般には、字の雲後で知られる。幼名は久地。俗派名は、大鳥貞。号は、久喜路。筆名はで、久喜、龍建碑。祖籍は、広東省広州府、香山県。上海の小規模商店の家庭に生まれる。幼い頃から店舗で働きつつ、英語を夜学などで学んだ。1906年冬、上海駅地書室から教員として招聘され、英語、数学、史学、地理を教える。翌年春、ブリ軍学社社長となり、10月、中国新興学で英語教師となる。この時、古敵、修行能、楊教仏などが学生となった。1909年、甘肃省のルミオ美学堂で教務長に任ぜられる。辛亥革命後に大雲後は、孫文と対面し、1912年1月の中華民国臨時政府成立とともに、大総統府秘書に招聘された。3月、教育総長に任命された際現場に随従して、北京政府教育部で、専門誌、第一課課長に任ぜられる。同年、国民党に加入し、国民党が運営する民主法主編を務めた。また、国民大学法科で英語の科目を担当している。同年5月に教育部の職務を辞任し、中国工学大学部で英文修辞学などを教えた。1916年春からは上海に戻り、同年7月、蘇越三世禁煙特派員となる。間もなく、翻訳業に専念し、1920年には上海公民書局の公民総書で主編となった。1921年9月、大雲後は古敵の推薦で、商務院秘書官で翻訳所長となった。王は、教育普及、学術独立の出版方針を掲げて、組織を改革し、修行能、楊教仏、周聖英、軸家、貞など専門家を招聘して、多様な出版活動を展開し始める。翻訳所長の地位にあった間、万有文庫を創設し、各種の英語辞書や百科事典を編集。発行するなど顕著な功績を残した。さらに辞書検索方式の研究を行い、1927年4月に中外図書統一分類法を表し、1928年10月、四角語馬検字法を創出した。このほか、大雲後は、上海図書館協会会長にもなり、商務東方図書館館長、中華民国大学院役名、統一委員会主任員、中華図書館協会執行委員、中国工学校統御となども歴任した。しかし1929年10月に、王は、労働組合との対立が激化し、翻訳所長を辞任、一旦商務院秘書官を離れている。王は、楊、蔡の紹介で、中央研究院社会科学研究所法制組、主任兼研究員となった。1930年春、大雲後は、商務院秘書官に総経理として返り咲く。その際にも王は諸外国で、科学的経営管理を視察し、その際に得た知識をもとに、商務院秘書官の組織改革を進めようとした。1932年1月の第一次、上海事変で、商務院秘書官は、破壊にあったため、王は内地へ、会社、設備を、次々と移す。その一方で、コスト低下などの改革に取り組みつつ、大量出版を手掛け、事変前よりも売り上げははるかに成長した。これにより、出版企業人としての王の名声は高まることになる。抗日戦争勃発後は、大雲後は、香港に移り、ここで出版事業展開の指揮を取る。1941年12月に、香港が陥落すると、王は、重慶へ逃れて、やはり事業を継続した。なお戦時中には、政治活動にも加わり、国民賛成会参政員を4期にわたり務めている。さらに三民主義青年団設計委員会委員、中訓団統制犯行士、国防最高委員会憲政実施共進会、常務委員、中国発明協会理事長などを歴任した。戦後、1946年1月に開催された政治協商会議には、大久保は社会賢たちの無党派人士として参加している。ただし、王は上述の通り宋教仁時代の国民党には加入したことがある上に、戦時中は特に中国国民党を支持し、中国共産党に対しては否定的な言動、姿勢で一貫している。同年5月、国民政府で経済部長に任命された。11月の政権国民大会では、代表権主席団構成員を務めた。1947年4月、大久保は、行政院副委員長に昇進し、経済委員会委員、予算委員会主任委員、賠償委員会主任委員、前後事業委員会主任委員も兼任した。1948年5月、王文浩内閣で財政部長に任ぜられて、財政改革に取り組むことになり、禁煙権発行など各種政策を展開した。しかしすでに国内経済、貨幣制度の崩壊を止めることができる段階にはなかった。禁煙権もあっけなく価値が暴落して、政策の責任者として王は真っ先に非難を浴び、さらに王内閣も崩壊してしまう。この間、わずか半年だった。失脚後の大久保は、1949年2月に、香港へ赴き、国家両合公使を創設し、出版界に戻る。1951年1月、台湾に移り、国家出版社分社を設立した。その後、政界に復帰し、行政院を設計院、総統府国策顧問、公使院副院長、行政院副院長兼経済、動員計画委員会主任委員などを歴任した。なお1963年7月には、暫時ではあるが行政院長の職務を代理している。大久保は、台湾でも、出版事業、文化事業への取り組みを続け、国立故宮博物院理事長、台湾政治大学政治研究所教授、中華文化復興推進委員会副会長、台湾商務院所管、業務計画委員会主任委員などを歴任した。1963年12月に政界を引退して出版界での活動に専念することになり、翌年7月、台湾商務院所管当次長となっている。1979年8月14日、台北市にて病没。享年92。以上のほか、著作、編著作合わせて400件以上に上る。ありがとうございます。